青山杉作は日本の俳優、演出家、映画監督である。本名は青山辰美。進撃の俳優、演出家として活躍し、登録者を経て築地小劇場に参加後、千田コレアラと劇団俳優座を結成、小竹少女化劇団等で俳優の育成にも尽力した。オペラの演出も手掛け、後進の演出家を育てている。また、 帰り山のりまさの映画芸術協会に参加するなど、映画にも数多く出演している。1889年7月22日、新潟県北貫原郡市雲寺村にある、浄土新州大谷橋雲寺に、父、千と母、綱の長男として生まれる、12歳下の弟に、青山俊美がいる、旧姓柴田中学校卒業。1909年、 旧姓は瀬田大学哲学科に入学。在学中から演劇活動に参加し、同大学創立記念祭の野外公演で、青山杉作を名乗り初舞台を踏む。しかし、創籍を拒み演劇活動に熱中しすぎたため、実家から送金を立たれてしまい、英文化に転じた後大学を中退する。1914年、新劇女優の内田マ理子と結婚。この頃から村田ミノルラの新劇団。 鳥出社の舞台に立つようになる。1917年2月17日、村田、関口次を、木村周吉郎、近藤伊吉らと登炉者を創立、牛込芸術クラブで、長代吉郎原作の、画家とその弟子を講演して旗揚げ、1918年4月、一部宣原作の、幽霊に、マンデルス牧師を演じ、好評を博した。また、九百二十年には、 友田京介、水谷八重子らが結成した若者座でも演出を務めた。同年、帰山り山則政の映画制作に村田、近藤らと共に参加し、同年制作の生の輝きと翌年の宮山の乙女に出演。1919 19年に映画芸術協会を名乗り、いくら強情でもでは監督、脚本を務め、主演も果たした。1923年には、 伊藤大介の脚本を得て、帝国記念まで山は語らずを取った。1924年、築地小劇場の創立に参加し、劇場会場後に同人となる。はじめは演技部に属し、第2回公演、狼で、チュリエ役等を演じた。同年10月の第12回公演、地平線の彼方へ、から演出部に加わり、青い鳥、霊嬢、ジュリー。 大事学校等を演出。その傍ら、役の行者などでは、俳優として出演し、演技指導も行った。1928年、小劇場創立者の幼いカオルが逝去し、その影響で劇団が分裂。肘方よし、丸山貞だを、山本安江、鈴木田健次らは脱退して新月寺劇団を結成したが、青山は小劇場に残り、 他の残留組らと劇団付き自称劇場として活動を続けた。しかし、1930年1月に脱退して、東山千恵子、塩見洋らと劇団新東京創立。同時に、小畜少女化劇団の養成指導を10年間行い、水野枝キ子らを育てただけでなく、元や遺作の筆名で脚本も書き、70作もの作品を演出した。 1942年からは、東京放送劇団で5期生までの演技指導を行った。同年の藤原歌劇団公演、グノー、ファウストから、オペラの演出も23回にわたり手がけている。後に、長と美穂歌劇団に加え、1952年の二期会肌上げ公演、プッチーニ、ラボエームも、青山の演出であった。オペラ演出は、 療養中で生協前年の1955年まで続いた。その中で助手に栗山正義を起用し、後の演出の第一人者に育てている。1944年2月、千田コレや小沢栄太郎、東野英二郎、東山らと俳優座を結成。第1回作品、検察官で千田と共同演出、共演し、以来演出、演技の両方で活躍。 1949年には俳優座養成所,所長となり、後輩の指導を行った。一方で映画にも多く出演しており、黒沢明監督の修文や溝口賢治監督の右月物語などに脇役で出演した。1954年、三島幸男作の舞台、和行動よよみがえるの稽古中に倒れて療養していたが、 1956年12月26日午前5時半、新筋梗塞のため死去した、去年67、12月30日に、俳優座劇場で劇団奏が営まれた。墓は、青山霊園にある、風雪20年の撮影風景。左から青山、仙台コレや、鈴木田が賢治、サブリシン、注釈出展。ありがとうございます。